皆さんこんにちは、ケンです。本日は箱箱のベースユニット、こちらの組み立てをやってみたいと思います。ベースユニットはですね、もちろんディーラーさんでも組み立ててもらえるんですけども、やはり自分で組み立てた方が面白いと思いますし、愛着も湧くと思います。そして何よりコストも抑えることができますので、この動画を見て箱箱興味持って買うっていう方がいたら、箱箱のベースユニットはご自身で組み立ててみてください。今日組み立てるのはですね、こちらのベースユニット組み立ててみたいと思います。開封していきたいと思います。はい、ということで開封しました。これがベースユニットになります。しっかりと取扱説明書が付属しておりまして、今回作るベースユニットっていうのは何種類かあるんですけども、その中のこの104っていうものになります。で、結構簡単そうなのでやっていきたいと思います。上の面のやつにこのアルミレールを取り付けるそうです。でこの木のやつですね、このダボを入れる。でこの時ゴム、これで埋め込めました。穴にはめるだけ。ダボで仮接続したらここにビスを打ち込む。ここも同じくこうはめ込んで、ビスで止める。めちゃくちゃやっぱ綺麗にできますね。はい、これでベースユニットの完成です。ここのレールこうやって引っ掛けて取り付けるっていうような形ですね。で、ここからまあここの今オプションはこれにしたんですけども、これをこうやって今から付けるっていう感じでございます。ではこれ今からつけていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こんな感じ。工具の準備はトルクスとかプラスドライバーとかハンマーとかもあるといいと思います。あの設計がしっかりとしておりまして、まあ、誤差も少なくスムーズにボルトも入っていきますし、まあ、ボルトを止めなくてもぴったりはまってきます。はめたボルトはね、出っ張りは一切なくてこうツルツルなんですよ。でここはね、やっぱりキャンピングメーカーの製品だなっていう感じですね。箱箱興味ある方はね、自分でこういう風にベースユニット買っていただいて、オプションね、こういう風につけていただいて、自分でカスタムして、まあ、レゴブロックのように組み立てていただければと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。